皆さんこんにちは、ビーレジェンド栄養士の板垣です。今日はですね、ミルキーを使ってクレープを作っていきたいと思います。では今日もよろしくお願いします。では材料の説明です。小麦粉ですね、 20g 入っています。あとは卵、油ですね、3g 使っていきます。であとはお水ですね、大さじ1杯分入っています。ミルキーのプロテインは、生地にまず付属のクロスプーンの半分の量と中身のクリームの方に1杯分使っていきます。なので合計で付属のクロスプーンで1杯半使っていきます。じゃあ早速作っていきます。まず小麦粉をボウルに入れます。でこちらに卵を入れていきます。ミルキーですね、付属のクロスプーンの半分の量を入れていきます。はい、で混ぜ合わせます。結構これだけだと固めなので、生地の柔らかさを見ながらお水を調整していきます。お水を少し入れます。で今回生地なんですけども、柔らかめに作っていきます。ホットプレートに薄く広げていくので、ちょっと分厚いと具を包む時に巻きにくくなるので、柔らかい生地を作っていきます。でお水の量なんですけども、だいたい大さじ1杯分ぐらいで調整がつくと思います。このあたりは様子を見ながら調整をしていただければと思います。さらっとしたテクスチャーになったら、終了です。ホットプレートが温まったので油を敷いていきます。では今度はクレープの中に入れる具を作っていきます。ミルキーのプロテインを使ったソースを作っていきます。まずはこの中に付属のクロスプーン1杯分のミルキーのプロテインを入れました。でこの上からヨーグルトですね、入れていきます。でヨーグルトなんですけど、必ず水分が少ないヨーグルトを選ぶようにしてください。水分が多かったら出来上がりがちょっとベチャベチャとしてしまう可能性があるので、なるべく水分が少ないようなギリシャヨーグルトとかを使っていただければと思います。お砂糖代わりに今回ミルキーのプロテイン使ってますので、お砂糖が入ってないものを使うようにしてください。で混ぜていくうちに、ちょっとこの粉っぽさが解消されていくので、全体的に馴染むまで混ぜていきます。私は結構こういう風にして無脂肪の味付けがないもののヨーグルトをミルキーに合わせて減量中のおやつにしています。結構私この食べ方好きです。はい、こんな感じにクリーム状になりました。これをクレープの中身に使っていきます。生地が焼き上がったので巻いていきます。レシピで小さいクレープが2つ出来上がります。ちょっとこのクレープなんですけども、プロテインが入っているのでちょっと生地が固めになっています。なので破れやすいかもしれないので、片栗粉を入れて硬さを調整してください。そうすることによってちょっと生地に弾力が出るので、破れにくくなります。クレープの具を入れていきます。でクレープの具なんですけども、入れる果物がちょっと分厚くなってしまうと巻きにくくなりますので、薄めにスライスしてください。で今日はですね、みかんの缶詰を使っています。でポイントなんですけども、こんな感じで、L 字型に、なるように具材を、配置してもらうと、巻き上がりがすごく綺麗です。はい、では巻いていきます。
はい、巻き上がりこんな感じになります。クレープの外側から、みかんが見えるのがポイントです。とミルキープロテインを使ったクレープができました。大きめのフライパンがある方は生地を大きめで作った方が巻きやすいので、フライパンや、ホットプレートで作っていただければと思います。こちらの、スペックのご紹介と実食編はまた次の動画でご紹介します。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。